リアル。こっちの面とこっちの面がここ今日は当たる面ですよ。ああ。こっち壁側。あ、そうですか。はい。おお、すごい簡単に開けた。その和紙とプラスチックと天然草といろんな畳の種類あるじゃないですか。どちらの方が一番使い勝手がいいんですか。良し悪しが絶対あるんで、はい、あの畳の匂いとか、はい、質感とか、はい、そういった求めるんやったら天然物じゃないと無理なんですよ。ただ天然物はどうしても焼けちゃうんで、あ、最初緑でも時間が例えば黄色くなってくるんで、はい、あとあのササクレバーでできたりとか、あ、そういうのがもし嫌っていうんやったら人工物にしないとどうしようもできないんで、あ、ただ天然物はどうしても白い鉛草とか、はい、緑の鉛草とか茶色い鉛草とかやっぱそういった不揃いがやっぱあるん で、 あ、でそういうのももし嫌っていうんでしたらもう人工物にしないと、あ、そうですか、どうしようもできないんですよ。どちらの本が人気があるんですか。ああ、よし悪いですね。あ、うん、あの畳やっぱ匂いとかやっぱ好きな方は天然物にされてますし、あ、でやっぱどうしてもあのささくれとか焼けるのが嫌って言えたら人工物にされてる方もいます。このような和紙の場合は、今のは和紙ですね、はい、和紙の場合は人気がありますか。 ありますよ、全然ナスとか樹脂とか、あ、全然、まあ、今回は天然物にしよう。よろしいですか、はい、天然の草ね、はい、やっぱりどうしてもあの不揃いが絶対あるんで、あ、その全部緑じゃない、こういったこれだったら別に、うん、混ざってるわけじゃないんですけど、あ、はい、そうです。どうも天然物はやっぱあの小屋の生えてる草と一緒で、白い草もあれば緑の草とかあるとか、そういう感じが出たらあるんで、あ、これはどのような、この字は何の字ですか。四畳半。あ、四畳半で四半。あ、こっちは南、これ南って方角、あ、こっち北なんで、こっちは川、川、あのこっち側は川、これが先もとなんで、畳書き方決まってるんですよ。先もと幕が川中って。へー、なぜ川あるんですか。特に川端っこって言うんですね。あ、それは川という、あ、あ、枕、枕、枕、両端にあるやつ。あー、はい、OK、逆が先元、あ、先元、はい、左手が先で、右手が元、あ、先元、こっちが右手がこっちが先です。あー、OK、OK、はい、で、ここはまだまだ畳なんで、はい、普通に中、うん、ああ、中、うん、はい、この C、ああ、これはシートの507号室。ああ、 OK、 OK。 あ、そうですか、うん、どうぞ。え、この文字の書き方はどの意味ですか。これはあの畳屋さんによって全然違いますけど、うちでは、うん、要はあのこの隙間が空いてるじゃないですか。はい、うん、あ、はいはいはい、それを埋める作業をするのような数字みたいな。あ、はい、まあ、完璧には戻らないかもしれないけど、極力隙間を埋める作業をこうやって思ってないので。あ、そうですね、はい、そうですね、そう言われると普通はこの両端もこれは名前何と言うんですか。ヘリ、ヘリがあるんですね、はい、こっちの畳はないね。こっちはないですね、形があるんで。ああ、普通はあるんですね。普通はないです。あ、普通はない、はい、一畳もというかヘリ付きはどっちか上と下しかない。そうですか。稀にこの四方全部巻いてるやつもありますけど。あ、そうそうそう、そういうふうに指定があれば推移しますけど。あ、この畳のサイズは
本畳よりちょっと小さいですね。これが小さいレゴマンチですね。はい、180ないね。100ないですね。そうですか。畳の部屋やっぱりいいね。あの猫のの羽目に、うん、ここなぜまだバツになる？これなんか隙間を埋める記号みたいなものなんで、あ、隙間の空き具合で書いてるから。あ、そうですか。これはでもそれ畳屋さんによって違うの。あ、うん、うちの会社はこういうふうにやってるから。はい、時々古いお家に行くと畳の上に踏むとなんかボヨンボヨンって、そのいわゆるソファの上にいるみたいな感じになる。ね、畳のとこもいろいろ種類あるの。硬いやつもあれば柔らかいやつもあるし、ハードコっていうやつもあるし、はい、違いながら何とも言えないですけど、あと床の、床の状況でも変わってきますね。床が柔らかいとかって畳も一緒にこう沈むんで、そうそうそう、波が出てるみたいな、うん、だから床の状況も関係もあるし、畳のとこも関係あるし、ああ一概に畳のとこだけが原因ってわけじゃないから、ああそれ見てみないと何とも言えない。そうですか。床がこう盛り上がってたら畳の状況も盛り上がるし、はい、そうですね。でこう床がこうやって動くんやったら、はい、本当に畳に引いてもやっぱこう若干沈んだりしますから。わかりました。床の関係もあるので、はい、で床の方の直すのはちょっと僕の方で畳の方ができないので。あ、この下に時々見てたらね、新聞紙を下に引いてるんですよ。はいはい、今は新聞紙引くじゃなくなってるんですね。ね、昔その1年に1回8月頃、畳をこう上げて天日干しして、はい、その時に新聞紙を入れ替えたりとかっていう作業をしてたんですけど、はい、今もう引いたら引きっぱなしなんで。あ、で今結構マンション関係多いから、はい、引いてる方はそこまでいないですよね。あ、1階で床から近いところあったら、うん、引いてる方は結構いらっしゃいますけど、はい、マンションの高層とかになってくるとそこまで引いてる方はいないですね。あ、そうですか。もう新聞紙じゃなくなったね。はい、そうですね。新聞紙引いてないですね。ああ、わかる。もう引いたらずっと引きっぱなしになるっていうのが、はい、なっちゃうから結構。そう、うん、重たいですか？あ、でも行かんですよ。あ、そう。あ、じゃあ持ってみます。はい、あ、昔のものと比べると軽いね。ね、そう、本畳一回持とうと思ったら全然持てへんかった。この下の紙は普通の紙ですか、あるいはプラスチックのもの？普通の紙ですか。普通の紙。トゥルトゥルしたやつですね。そう、そうです。多分昔も御社に頼んだと思うけど。あ、はい。この場所がでも、これもそうなんですけど、畳屋さんでは全然違うんですよ。あ、方角で書く人、あの東西とか南西とかっていう書く畳屋さんもあるし、はい、うちみたいにこういうふうに書くやつもあるし、一概にだから全部共通してるわけじゃないんで。あ、そうですね。うん、うちはこういうふうに全員一応共通してるから、ね。はい。ああ、そうですね。はい、そう。うん、
今回ね、この周りもちょっとなんかこんなになっちゃったの。どうしようかなって考えてる。この辺は、まあ、猫ちゃんのせいで、ポッポッ。なんかシート貼るか、星が貼るかなと。そうそうそう、そうじゃないとね、やっぱり見栄えのこと。そうだ、見栄えちょっと。この下の紙も今度新しい紙になるんですか？ならないですよ。あ、このままで。ですね、あ、この下も畳かな？この下は畳じゃなくて。ああ、そうかそうか。この紙を捨てるのはあかん？今度引くときまだなんかちょっとカビのことかな。さあね、モルタルになるんで。はい。あ、別にこのままこの上から引いてもいいって言えたらいい。捨ててもらってもいいですか。うん。もうまあ後で主人に聞いときますね。そう。この端っこの畳引いたら、あの捨てたらダメですか？あ、捨てていいですよ。あ、これは捨ててもいいんですか？もう古いんで、また新しく調整し直すんで。ああ、そうですか。じゃあ掃除機かけたら大丈夫かどうか。あ、はい、あ、分かりました。 OKOK、はい、はい。